平野ノ仕様の公式ラインメッセージが即トレンド入り。漢比券の最新情報とはこんにちは、読者の皆様。元キングプリンスへの一員であり、多くのファンに支持されてきた平野ノ仕様が、待望の公式ラインを通じてファンにメッセージを送りました。その内容は、 ファンの心を温かく包み込むもので、これからの展望や近況を分かち合う興奮が伝わってきます。公式ラインの解説によって、ファンはますます平野市要とのコミュニケーションを深めることができるようになりました。平野市要は、滝沢秀明氏が社長を務める、とべ、の公式ラインを通じて、自身初となるファンへのメッセージを届けました。そのメッセージは、 彼の人柄や近況をリラックスしたトーンで語っており、ファンの心を引き込むことに成功しています。どうも、ショーです。皆さん、いかがな夏をお過ごしでしょうかという明るい挨拶から始まるメッセージは読者に対する親しみやすいコミュニケーションのスタートです。また、自身の髪型の変化についても語り、論家男子卒業、という新たなビジュアルへのチェンジについて触れています。 その心温まる姿勢は、彼の成長と変化をファンと共有する重要な一歩と言えるでしょう。さらに、平野潮はこの夏をインドアで過ごしていることを明かしました。渋滞に引っかかるのが怖くて仕事の移動以外はほぼ家から出てないですわ。笑いとのコメントからは彼のリラックスしたプライベートな一面が伺えます。そして、名古屋の思いやお仕事の予定についても述べ、 ファンに対して興味深い情報を提供しています。平野仕様は、トベの仲間と共に様々なプロジェクトに取り組んでおり、いろんなお仕事をやっていく予定なので、もうしばらく楽しみにしててください、とのアピールを通じて、今後の展望をファンに伝えています。彼の前向きな姿勢や努力を感じながら、ファンはますます彼の活動に期待を寄せることができることでしょう。 このメッセージに喜んだファンは、SNS を通じて感想を投稿し、とばライン、平野仕様、仕様くん、といった関連トレンドが一堂に集結しました。彼の存在は、ファンの間で大きな注目を浴びており、その人気の高さが証明された瞬間でもありました。結論として、平野仕様の公式ラインメッセージは、ファンとのつながりをより深め、 彼の最新情報や近況を共有する素晴らしい手段となっています。ファンは彼の人柄や前向きな姿勢に魅了され、今後の彼の活動にますます期待を寄せることでしょう。どうぞ、今後も彼の活動に注目していてください。心からの感謝を込めてお読みいただきありがとうございました。